ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ米レチ。はい、ということで本日の動画なんですけれども、激動の9月が終了しまして、一区切りついた感すごいね。感すごいね。ふう、完全に健常化になった、ね。まあ、ヨシキさんの 800m 約1ヶ月のトライアルと武田の10秒企画に2つ終了したというところであるんですけれども、どうでした？そうですね、一番に言いたいのは相方の10秒台、泣けるぐらい嬉しくて、うん、泣いてたじゃん泣いてたのよ。いや本当に嬉しくて、 YouTube のコメント欄毎日見てる俺でもヨシキさんが今後さ、フルマラソンとかに移行していくと思うんだけど、248ヨシキがさ、ゴールして達成ってなるとするんじゃん。やっとかそうですね、僕の800はなんかまあいいかなって感じなんですけど、ふざけてふざけて大事でしょ。一番思ったのは周平のそのまあ嬉しいって思いと、しゃ次は俺の番だってめちゃめちゃ思って、まあ今日からまたシーズン2ということで。なるほどね。というところでね、吉木さん、僕 100m を2本走りました。日程で休憩で、はい、ハムの具合がやっぱり悪かった。なんかバツンって感じじゃないんだけど、はい、じわっとこう来てやめたっていうところではあったんですけど、今日本当はねハムカン君との対決動画、ハムカン君ハマカン君のハムハマったちょっとハマカン君ね、足の状態様子見ということで延期ということで。延期ですね、本当に申し訳ない。ハマカン君ぶっ潰すところはあの、まあ、次回ということで。あ、そうですね、申し訳ないね、うん。まあ、なので今日は周平の軽いちょっとぶっ潰すっていうところちょっと突っ込んでもらってがっつりの練習というよりかは様子を見た練習を今日していきたくて、今日は吉田さんテンポ数があるの？僕はまあフルマラソン練習で長距離的ながっつり、今まではスピード持久型みたいな感じからスピードは求めずに長距離淡々とリズムで走る練習、体にこう切り替えるためのテンポ数をやっていこうかな。僕はね、実はちょっと軽くウェイトはもう実はしてて、ハム弱いなっていうところであったので、ハムの強化プラス、まあ、ちょっと様子見ながらっていうところで、まあ、今日はちょっとシューズ流し7割ぐらいまで持っていけたらいいかな。まあよかった、でもそこまで戻ったんだね。7割ぐらいまでいけたらまあいいかな。もう一個言うの忘れてた大事なこと、このハムの具合が良くなって1週間前ぐらいにスピードレンが詰めるならば、約2週間後ぐらいにまた試合あるんで出たいよ。マジで、うん、出れるならマジか、うん、え 100? とやりね。まあということなので、焦りは絶対しない。焦らない中で徐々に上げていく中で、あ問題ないねってなったら出たいと思って。日体大競技会の 100m2 本ですげえいいスピードの刺激入ってるんで、走れるっていう状態になれば問題ないかなと。なるほど、本当無理せずに。はい、ありがとうございます。ということで皆さん、カップルチャンネルじゃないんだけどお揃いの今西野ジャージをロンティーを今、いやかっこいい、てますこれ、うん、なんかあのスーパーのさ、うん、こうやってたらピッってなりそう。バーコードバーコード、うん、なりそうだね、うん、なる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 二人がさ、ブラックで並ぶとやっぱ閉まるね。閉まるね。サムネイルどうする？こういう感じする？サムネはね、あの周平ソロですそういうところで早速やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。テンポ層が6分半ぐらい、言ったことないんだよね、3分半で。ちょっとできるか分かんないんだ。あ、やったことないんだ。やったことない。マックス、俺4キロぐらいまでしか行けない、3分半で。靴がノーカーボンというか、うん、ジョグシューというか、キロ4分から出して3分20とか、うん、ちょっと初めて履く。おー、なるほどなるほど。どんな感じなのか分かんない。行ってみます。分かりました、頑張ってください。はい、はい、行ってらっしゃい。最初だけ様子見て35から30ぐらいで、テンポ層がガチガチにならずにちょっとやってみます。はい、行ってらっしゃい。はい、3分半から3分40でテンポ層でしょ。すごいね。今から6戦始まります。頑張れ。間もなく2戦ですね。ちょっときつそう。6分54 5 6 7 8 9 7分1 7分1秒。 2000m 7分1秒です。ここからこう耐えて我慢できるのかできないのか、がっつりめなのかテンポなのか、ちょっとよく僕も分かんないんですけど、こういう練習ちょっと久しぶりだと思うんで、まあまあまあどうなってもトライするのが大事でしょう。さあ頑張れ。タイムトライアルになってた
ったんでやってること意味ないと思ってちょっとイメージとだいぶやってることが違ったんで一回3000でやりました。やめてた？ちょっと休んだらもう一回 3000m を3分40で行きます。3分半無理だった俺にはちょっとまだ無理だった。800終わってからの長距離一発目の練習は、うん、こんな感じです。こんな感じでね、タイムにこだわらなきゃいけない時ももちろんあるんですけど、まずこの1ヶ月フルマラソン移行期に向けたのこの1ヶ月はもうタイムにこだわるっていうよりも本当距離にこだわっていきたいと思ってて、なんでショートできなくてもやめるんじゃなくて一回落として距離を優先させる。引き続き頑張ってください。走れねえ。ダッシュで行こうぜ。シュエさんの番がやってきました。どうすか今アップしてみて。ちょっと気になるぐらいで、うん、でもまあこういう痛みは去年おととしずっと始まってきたんで、はいはい、慎重になるところであるから、うん、間違いない、ね、でも俺日体大終わった後は、はい、うわちょっとこれきついなと思ってたんだけど思っていればよかった。じゃじゃん、はい、ガビランのみんなからの誕生日プレゼントでもらったネクストテンポです、うん、また別で動画上がってると思うんだけどこれで今練習してて、まあ、今日初めて履いたんですけど見たまま前足部分にあるこのエアあるじゃないですか、うん、もうまさにマックスフライをエアを潰す感覚と似てて、うんうん、履き慣れるって意味でもすげえいいかなと思ってる。なるほどね、うんうん、流し行ってくるわ。はい、いや嬉しいことがありまして、この蛍光黄色なんとうちの T シャツ着てくれてます。ありがとうさあ、あ、でもあ、でも、うん、こんぐらい走れたらもう怪我じゃないでしょ。怪我はこんな走れないからね。怪我だったら皆さん言い忘れてたんですけど、彼の試合が9月25、現在10月2日なので、まあ約1週間後の状態ということで、まあここまで走れるようになりました。皆さんのね、コメントで怪我しないようにこれからも頑張ってくださいっていうのがね、まあ、動画上がってる頃には怪我しちゃってんのになって思いながらねちょっと読んでたんですけど、なんとか大丈夫そうです。なんとか大丈夫そう。ダッシュで行こうぜ。ユシキさんの練習並行して自分の練習もやっちゃってたんで、これで今日終わりなんですけど、はい、この今の流しを3本ぐらい今行ったのかな。そうです、はいはい、痛みはあのスピードではなくて、うん、違和感だけかな。やっぱりまあ最初はそこが残っちゃうかなってところなので、僕がすげえかばった走りしてるとこあったら、うん、それを教えてほしいなってところはあるんで、うん、今大丈夫だ。そうだね、ちょいかばってた。ちょいかばってたっていうか、ちょっと痛いのかなっていう走り、バランス見ながら、はい、これからやってきております。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。